伊豆高原と大室山。正確には、写真の両線あたりが、伊豆高原の観光地区である、伊豆半島における、伊豆高原観光地域の、おおよその範囲地図伊豆高原は、静岡県伊東市の田島地区の大室山、南東方面を、伊豆急行が開発した温泉付き別荘地である。講義には、伊豆高原に続いて、伊豆急行によって、造成。 分譲された周辺の別荘地である南台台、南大室大、城ヶ崎、東大室なども含む、首都圏からのアクセスが比較的容易である上、海、山の自然が近く、それらを売りにする形で土地が分譲された。その後、観光施設や宿泊施設が増え、地域の発展とともに、伊豆高原の言葉が定着して、使用範囲が広がり、観光地域の名称として使われるようになった。 1961年12月に、伊豆急行線が開通すると、伊豆急行は、大室山周辺の溶岩台地の荒れ地を別荘地、伊豆高原として自ら開発することを決定し、1962年9月から造成開始、1963年2月から分譲販売を開始した。その後、池地区の八葉山山6に不い道を掘り、1963年6月に、 県の水道事業の認可を受けて、1964年2月から水の供給を開始した。1964年3月からは、温泉の引湯工事が開始され、10月1日から、日本一長い引湯管を通して、東伊豆町の片瀬から温泉の供給を開始した。1970年8月からは、南大室大の分譲。1972年4月からは、 城ヶ崎の分譲、1983年からは、東大室の分譲を、それぞれ開始した。伊豆高原の地域は、伊豆半島の東岸、伊東市の中南部に位置し、伊豆東部火山群の溶岩流などで形成された、丘陵地に発展している。相模灘に面する海岸線までを含めて、伊豆高原の故障で呼ぶことが多い。西南側は、天城山の裾野が続く。 桜の里からの大室山、城ヶ崎海岸伊豆高原の桜並木伊豆東部火山群に属する大室山は、約4000年前の噴火で形成された火山で、伊東市及び伊豆高原のシンボル的存在である。山頂には、周囲約1キロメートルの河口があり、麓からリフトが運行され手軽に散策できる。眼下に伊豆高原一帯を見渡せるほか、遠くに伊豆半島東岸をはじめ、 伊豆大島や富士山も望むことができる。毎年2月には山焼きが行われる。伊豆高原の海側にあるのが城ヶ崎海岸で、この伊豆半島東岸の主要な観光スポットである。上記の大室山の噴火夜、溶岩流が海に流れ込んでできた海岸で、絶壁の海岸に沿って城ヶ崎自然研究路及び城ヶ崎ピクニカルコースが整備され散策できる。 途中には二つの吊り橋がある。伊豆高原駅から約三キロメートルにわたって桜並木が続く。開花時期には伊豆高原桜祭りが行われる。施設の小規模な美術館や博物館が点在している。またペットに関する施設もある。大室さんの麓にはテーマパークである伊豆シャボテン公園がある。駅前から東海バスが路線を運行している。 同系列の経営になる伊豆海洋公園はダイビングスポットとして知られている。同じく同系列の伊豆グランパル公園は屋外レジャー施設である。両者とも伊豆高原駅より東海バスが利用可能である。半島東岸には伊豆急行線が通じており、伊豆高原駅が玄関口となる。東京から運転の特急踊り子号が停車する。自動車では 熱海から国道135号か、伊豆スカイライン経由となる。ただし、大型連休時は、伊豆半島東岸の渋滞がひどいため、伊豆高原駅まで電車で移動して、現地でレンタカーを借りる方法もある。ありがとうございます。